はい、皆さんこんにちは。ネットビジネス界の目の上のたんこぶ、ネット物販講師の黒沢です。今回は Amazon 物販を行っていると GS1 だとか JAN だとか ASIN だとか FNSKU だとか何かしらの略語のアルファベットの単語がたくさん出てきます。一つ一つが一体何を表していてどんな役割を担っているのかということが分かりづらい面少なからずあるかと存じますので、なるべく手短に解説させていただきます。今回の動画参考になった方はよろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。早速話をしていきます。まず GS1 というのは GS1 事業者コードのことなんですが、自分自身でオリジナルの商材を販売したい方は GS1 事業者コードを取得する必要があります。そしてこの取得した GS1 事業者コードという番号をチェックデジット表という特殊な計算式に当てはめるとジャンコードというものが1000個生成されます。ここで1点補足になります。 Amazon で商品の出品登録を行う際に製品コードの選択を行う欄があるのですが、そこにジャンという文字はありません。ジャンコードを入力する際は EAN を選択してください。ジャンも EAN も同じものを指していると考えて差し支えありません。日本を英語だとジャパンというのと同じようなものだと考えてください。GS1 事業者コードをジャンコードに変換する計算式ものすごくわかりづらいですから、ネット上でチェックデジット表でググっていただき、出来合いの計算式の Excel に当てはめていただければと思います。このジャンコードをバーコードと呼ぶ方もいらっしゃるのですが、一つの商品に一つのジャンコードを付与することによって、ようやくその商品が公的に販売できる、公的に認められた商品になるということです。ちなみに Amazon ではこのジャンコードを付与しなくても商品を販売する方法があります。ノーブランド出品、正式には製品コード免除申請と呼ぶのですが、その場合ジャンコードがありませんよとあらかじめ申告しておくことで、ジャンコードはないけれども ASIN という後ほどお話しする個別管理番号が付与され、製品コード免除申請を行う前にセラーセントラル右上設定タブ FBA の設定をクリックし、商品バーコードの種類を Amazon のバーコードに変更しておくと ASIN に基づいて Amazon の個別商品ラベルを発行することができ、ノーブランドの商品でもバーコードを持つことができますので、その点はご安心ください。ここからは Amazon 内部の話になります。ノーブランドの商品であろうがジャンコードを付与したブランド商品であろうが Amazon で出品登録を行うと ASIN という Amazon 内部での個別管理番号が付与されます。必ず B で始まる番号の羅列になっています。また出品登録時に出品者 SKU、 現在は呼び方が変わって SKU コントリビューションなんていうことがあるんですが、 Amazon が自動的に付与する ASIN とは異なり、各セラーが自分が管理しやすいように任意で入力する個別管理番号になります。 ASIN と出品者 SKU の違いがよく分かっていない方もいらっしゃるので、その点はご留意ください。ちなみに任意で入力するものですから、何も入力せずに空欄のまま出品登録をすることもできますが、それを行ってしまうと適当な数字の羅列が出品者 SKU として登録されてしまいます。しかし数字とアルファベットのランダムな出品者 SKU が登録されてしまうと、納品手続きを行う際の順番が出品者 SKU 順で並ぶので、同じ商品ページの別々のバリエーションの商品があっちゃこっちゃに行ってしまって、納品手続きものすごく大変になりますから、出品者 SKU は任意とはいえ必ず入力しておき、かつ同じ商品ページのバリエーションであれば、例えば T シャツ001、T シャツ002のように頭の方の言葉もしくは数字を統一させておくことによって納品手続きでまとまって表示されるので非常に便利です。もう一点補足です。出品
社 SKU、SKU コントリビューションは出品登録後、詳細の編集画面から入力欄を変更することができてしまいますが、一度設定した出品者 SKU を変更すると別々の商品と認識され、全く同じバリエーションが重複して生成されてしまうので、一度設定した出品者 SKU は絶対に変更しないようにしてください。さて、出品登録を行い、出品者 SKU も入力し、 ASIN も自動的に付与されました。この商品を通称 FBA 倉庫と呼ばれる Amazon の公式倉庫に納品し、注文があったら Amazon から出荷されるような状況にしていくという流れがスタンダードな Amazon 物販なのですが、この Amazon の倉庫内での管理番号が FNSKU というものです。 ASIN は Amazon で出品する全ての商品に付与される個別管理番号であるのに対し、 FNSKU は Amazon の倉庫を利用して販売する方のための X で始まる番号となります。商品ラベルを印刷した時にバーコードの下に X〜と記載されていますが、こちらが FNSKU と呼ばれるものです。ちなみに代行会社に商材の買い付けを依頼し、その後商品のラベルと一緒に送る資料を FNSKU 対象表と弊社では呼んでいます。どの商品にどのラベルを貼ればいいのかを見極めるために FNSKU が重要になってくるということです。最後に子ASIN と親ASIN について話をさせていただきます。出品登録を行うと、一つの商品に一つのASINが付与されるわけですが、この一つの商品というのは、一つの商品ページ内で3つのバリエーションがあった場合、3つそれぞれにASINが付与されるということです。そしてこの商品ページ内の一つ一つのバリエーションのことを子ASINと呼んだりもします。子ASINを統括している商品ページ自体にもASINが別途付与されるのですが、そのASINのことを親ASINと呼んでいます。学校に例えると、一人一人の生徒がいて、その生徒をまとめるクラスという組織があると考えていただければ分かりやすいかと存じます。というわけで、今回は GS1 ジャン、出品者 SKU、ASIN、FNSKU、そして子ASIN、親ASIN について話をさせていただきました。他の動画でもお伝えした通り、こういった専門用語をしっかりと腹に落としておいていただくことで、例えばセラー専用のお問い合わせ窓口、テクニカルサポートのスタッフとやり取りする際も何かと円滑にことが進みますので、しっかりと今回の動画半数咀嚼していただければ幸甚です。最後までご清聴くださりありがとうございました。